こう。うん、大丈夫よ。よいしょ。なぎ倒すね。なぎ倒すね。どんだけすか。本当のねえやつだぞ。ああ、めんどくさいとこ止まっちゃった。しょうがない。使っこい。ちょっとあの、お掃除機、待ってるよ、本当。違うよ、後ろにいるのよ。曲がる車は取れるんちゃう。しょうがない。掃除機から出たいな、これ。うん。面白い来ちゃった。まあ、いけるでしょ。まあ、待つか。いけるっしょ。いっていいかな。あの、ライト消してくれてるよね、あれ。うん。行っていいっていう判断はいいのかな。多分。あ、電池機乗り上げちゃうから、軽く。あ、しょうがないか。え、気をつけ、ダメだよ。危ない危ない。ハイロットしてるこの車。いけるでしょ。わかんない。大丈夫。困りきっから。今温めてやっといて。大丈夫だな、多分ギリギリ。ゆっくり行く。遠征がさすがにあったらやめねえわ。これでブーってきたら泣いちゃうやつね。長っ。まだパコパコになって、あ、なった、点滅きた。すげえ長いね。長いね。2分。いや、1分、まあ2分ぐらい、2分ぐらいか。ちょっといいかな、ちょっといいかな、来ないね、来ないね。で、それはちょっとわかんない。信号完全に変わってきた。しょうな、自信持て。大丈夫だ。あの車がこっち来ると思ったんでしょ。寿司屋から出てくるのは。慣れてねえな。うん、そこでちょっとスピードローは。ここじゃ高いん、同じ感じ。いやー、ちょいですね。多分手挙げたから見えたと思うよ。後ろ？後ろっていうか譲ってくれた人？うん、ちょっと手挙げた。あの手挙げた。会釈をした。優しいね。じゃあ帰るぞ。優しさをかみしめながらちょっとこの湘南にびっくりしただけ。おちょっとビビった。さすがに嘘でしょと思って。何の原則？それはちょっと危険だよ。それって原則だから、寿司屋から出てきた車がこっち来るように見えちゃったんじゃない。そっか、最終的にこっち来たけど、寿司屋から出てきた車。まあ多分みんなあそこ行くんだろうなと。頑張るよ。仕込みだから透明ファイト。ていうか足が荒から渋滞ってやべえよな。なんか気力失っちゃうね。嘘でしょと思った。あ、ハイマ読み忘れた。いや、待って、あ、ファイターだ。マジで休み休みって置いちゃうの。横浜ナンバーだね。ロクソ渋滞どこ行くんだ。あれセブン、ほんと効くんだよ。いや、私が糖分欲しい。糖分取らなすぎたな、今日。糖分全く取らないもん、体に良くねえし。でも大体過剰摂取だよ。もうジュースはダメだよね。一日で終わりだよね、あれ。最近コーヒーもなんか怖くなってきた。俺コーヒー体にいいもんだと思ってたんだけど、なんだかんだで水が一番いいんですよ、体に。
気がこれじゃないの。あれどこ行ってたの、寿司。あ、誰と行っちゃった。前の方行っちゃったのかな。寿司って。あれミニストップか。なんか前の車っぽいんだけど。なんとなく。ちょっと待って、何書いたの。炭のなんとか。なんだろうね。いや、これは多分左行けないからでしょ。これは多分左と間違えたと思うよ。2車線で普通に行けると思ったパターンね。本当はここを通らずに左行くらしいけどね。近い道だと、ここの小田原を突っ切るんじゃなくて左からウニ打って曲がって、はあ、伊勢原のとこ行くらしい。伊勢原誰になる。伊勢原やだな。混むって今日のあの高速道路であの状態で言うたらもうやばいってことだよ、うん、だから完全伊勢原のルートじゃんそれ。だから上に断念したら下に下とか。そう歴代で一番ね再生数高かったのはやっぱり箱根の雪だったね、うん、ガンってぶつけちゃったやつ。あれ炎上しただけだと思うよ。あーやったーとかって。箱根の雪でぶつかった。ん？箱根の雪でガンってぶつかった。あートラックがさ。あートラックで、ね、あんたぶつかったっけ。悩んじゃった。俺はぶつかった。1万再生くらいって言った。何うわーと思って炎上案件です。うわやったと思って。いやでもね、静岡の方が雪全然なくてよかったなと思った時。
気が払ってるし。